キリト？ああ、プレミアじゃないか。新しい仲間を紹介するよ。こんにちは、私の名前はクレハ。よ、はじめまして。私はプレミアと申します。キリト、仲間とは親友や本妻、愛人より上ですか？待て待て、プレミア頼むからそんな目で見ないでくれ。この子はな、 AI なんだよ。ユイと同じというか、前にやっていたゲームの NPC なんだ。 NPC？ そんなの他のゲームにどうやって連れてきたの？キリトさん、まさか。法律違反もマナー違反も何もしてないぞ。そのゲーム、オリジンの開発者に知り合いがいてさ、ユイをプレイヤーとして GCO に連れていく話をしたら、自分もプレミアを送るって言い出したんだ。そうです、キリトと一緒にいたいという願いを叶えてもらいました。その辺は全てノーコメントだ。頼むから真顔で聞かないでくれよ。まあ、あえて深くは聞かないどいてあげるけど、要はプレミアちゃんはキリトさんが大…その表現については大筋で間違いはありません。というわけで、プレミアも普通のプレイヤーとして自由に行動したり。そういえばプレミア、今日は何をしていたんだい？お散歩をしていました。オリジンとは違った雰囲気で面白いです。もっと外にも出てみたいです。パーティーを組む際は呼んでください。はい、私もぜひ仲間の一員にしてください。そこの君、何かお探しかい？クエスト、アイテム、スキル、お困りのことがあったらお姉さんに相談してみないか？もう特別に初回限定サービス、今回は無料で教えてあげるよ。それ以上の情報は有料だな。例えばこの三本ヒゲの湯つまり売る気はあまりないってことさ。でも
君の名前は知っているよ。驚いたかい？君のことはキーボーから聞いているのさ。あいつとは昔からの付き合いでね。その前にブロッケン中の噂になっていたからチェックしていたけどな。いいお得意さんになってくれそうだからご挨拶に来たというわけだ。初心者なのにアファシスタイプ X と実装前の武器を手に入れたんだってな。おかげで君の情報が結構いいねで売れたんだな。何心配するな。名前とか基本的な情報程度だよ。こう見えてもお姉さんは裏が取れない情報は売らない主義でね。安心しな、変なことは言ってないよ。じゃあこれからよろしくな。オイラは大抵この辺にいるから。あれ？君たち今日は買い出しかな？いつきさん！いや、クレハ君。この前の大会の録画データを見たよ。エネミーとの戦いの時も思ったけど、いい動きをするね。ありがとうございます！いつきさんに褒められるなんて嬉しいです！調子はどう？また君に会いたいと思ってたんだ。お目当てはアファシスですか？こんにちは。どうも。でも僕の目当ては君のマスターなんだ。イツキはお目が高いですね。マスターはとてもいい人で将来有望なのです。まだまだヘナチョコですけど、私が GGO1 のガンマに育てますから。ごあこのアファシスにはユニークなアルゴリズムが設定されているようだね。それともマスターがユニークだからその影響を受けているのかな。で、話なんだけど。いつきさん、そろそろ集合場所に行かないと間に合いませんよ。そうだった。あ、パイソン君、それキャンセルできない？エネミー相手の狩りなんて退屈なだけだし。前からの約束じゃないですか。スコート。分かった分かった、ついてないな。まあもともと運は悪い方なんだけど。今度はゆっくり話そう。あんたいつの間に月さんと仲良くなったの？友達ができるのはいいことだけど、私に教えてくれてもいいじゃない。私が先輩なんだから、何かあったら一番に話してよね。君に相談があるんだけど、 SBC フリューゲルが解放されたら俺たちと一緒に攻略しないか？そうね、
リリースの情報によれば初心者には難しいと思うわ。まずはレベル上げしないと。あと確か SBC フリューゲルのクエストってアファシスが必須になるって話でしたよね。アファシスが行けば役に立つかもしれないけど、でも攻略に必要なアファシスならレンタルできるようになったし、残念だけどレベルが上がるまでキリトさんたちを待たせるのは悪いから。クレハさんだって十分強いじゃない。一番乗りを狙わなくていいの？それもしたいけど、私は付き合い長いから。 GGO に呼んだのも私だしね。しばらくは特別にあんたのお守りをしてあげるから、ガンガン経験値と資金を稼ぐわよ。いいコンビなのね。そういうんじゃないわよ。誘ったからには私が面倒を見てあげないとダメだから。二人の邪魔をしたいわけではないけど、一緒に攻略したいというのはキリトだけじゃない、みんなの意見なの。ぶっちゃけ俺たちそんなにレベルは高くないんだ。まさかあんなにランキングに乗っているのに。対人戦はプレイヤースキルで賄えるところもあるしね。あまり効率を重視しないで楽しんでいたから。多分クレハとあまり変わらないんじゃない？だから SBC フリューゲルが解放される前に俺たちもレベル上げしたいんだ。ちなみに下心もなくはない。タイプ X の方が有利な仕掛けがあるかもしれない。隠しイベントとかあるかもしれないしね。それにせっかくお友達になれたんですから、バラバラで攻略するのは寂しいです。こういう大きなイベントはさ、みんなでやった方が絶対に楽しいって。よし、これで決まりね。まずはレベル上げしに行こうよ。武器やアイテムの準備も忘れないでね。メンテナンスは私に任せて。アファシスもシンフィールドもわからないことだらけか。情報収集も重要ね。なんかワクワクしてきたね。 SBC フリューゲルを目指して頑張ろう。ファイトです。